そしてこれは一番最近の話。匂うな。匂いですかい？我々を裏切った女の匂いだ。こんな夜は会えそうな予感だぞ。シェリー、お前にな。すごーい、素敵なホテル。今日オープニングセレモニー、ミス・ジャパネスク受賞記念祝賀パーティーは間もなく開演します。いいなー、いっぱい泊まるんだろうね。鈴木財閥ここにありって感じでしょ。いやー、ほんと立派なホテルじゃの。あ、いかん。あ、今いつか新地と泊まりたいななんて思ったでしょ。思ってないわよ。コナン君と泊まってみたいなって思っただけよ。ねえコナン君。どっちも同じなんだけどな。こんなガキンチョにホテルなんて100万年早いってのそのこの野郎。あれ、小五郎のおじさんは、それが何何何、ミス・ジャパネスに会えるだと。今年のミス・ジャパネスに選ばれたコトブキカレンさんに今ティアラが渡されました。カレンちゃん、お美しい。え、どこで会えるんだ。その子のところの新しいホテル、有名人もいっぱい来てパーティーも生中継されるんだって。なるほど。有名人といえば数々の難事件を解決してきたこの名探偵毛利小五郎。おいおい、陰で解決してるのは俺だっつうの。仕方がない、会ってやろうじゃないか。タキシードに着替えてくる。ちょっとお父さん。カレンちゃんに惚れられても俺は知らないからな。やだやだ、会うんだ。で、カレンちゃんに会うんだ。階段から落ちて足を振る。カレンちゃんに会うんだ。やだやだ、カレンちゃんに会うんだ。今は病院で絶対安静。それで私とアイ君が代わりに着替える暇なくって、こんな格好で大丈夫かな。平気平気、ランは何着ても可愛いんだから。行こう。おお、なんでお前まで来るんだよ。知らないの、女はね、美しい女を見て自分を磨くものなのよ。は？よろしくお願いします。ミスジャパネスクのカレンさんのお姉さんのミミさん。妹に脅迫状が来たんです。愛しいカレン、受賞おめでとう。今宵君の心を射抜き、僕の操り人形にしてあげよう。逆らえばシ・バルマ。ついさっきドアの下にごく少数のスタッフには知らせたんですけど。甘い匂い。そんなんじゃ危険よ、すぐ警察に。必要ないわ。ほら、来るなら来いよ。血を吐くような努力をして勝ち取ったミス・ジャパネスクよ。こんな姑息なやつには負けないわ。
10倍も入れるか。すいません。まあ変わった味だからまずくはない。大丈夫だろう、このまま出しちまえ。はい。しかし気丈な女性だったのカレンさんは。でもどこにあんな脅迫状を書いた変態がいるか分かんないし。ラン、旦那に連絡してよ、工藤新一に。ラン、お願い。うん。やっぱり留守電だ。新一、ミスジャパネスクのことぶきカレンさんに脅迫状が来てるの。もし来れたら。あんたの大事なランが大変なの。今すぐベルートホテルに来て。いいわね。ちょ、サナ君、新一忙しいんだから。これで来なかったらこっちから捨てちゃいなさいよ、あんな万年不在男。そんな。どうするの。電話だけでもしといた方がいいぞ。そうだな。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が白なのよ。あなた着替えてきて。あなたが黒を着るって言うから。照明の色見て気が変わったの。さっさと行って。外して。私のティアラが目立たないじゃない。これは母からの贈り物なのよ。絶対外さないわ。カレン、いい加減にしてちょうだい。三浦さん、審査委員長でしょ。こんな子の純蜜なんて取り下げちゃってよ。お願い。外してくれるかな。カレンさんがもっと立ち位置前にしろって。自分だけ目立てばいいってか。あと10分だ。急いで照明に変更伝えろ。はい。照明さん、変更お願いします。鈴木財閥ベルウッドホテルオープニング記念ミスジャパネスク受賞祝賀会を始めたいと思います。コナン君たち遅いね。どうせガキ同士で遊んでる。まずは準ミスジャパネスクのお二人の登場です。阿部澄香さんと川田恭美さんです。お待たせいたしました。栄えある今年度のミスジャパネスクに輝きました、ことぶきカレンさんです。3回目もっとタイト。
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界中に知らしめるのが私の役目だと。関係者の方々にはこんなにも素晴らしい祝賀パーティーを開いていただきましたことを、はい、アガサ深く感謝しております。信じこうしてスピーチをしておりますと皆様の私に対する信じなさい。すぐ迎えに行くから。体で感じています。博士、また世界大会で、あ、からだ、コナン君と二人で迷ったから探しに来てくれって。じゃあ私も。だだ大丈夫、ラン君はここにいて。本当にアイ君かい？ジロジロ見ないでくれる博士。いや、理屈では分かっていたが、こう現実を見るとなんだか初めましての気分じゃの。じゃあ俺には久しぶりだな。新一君、助かったぞ博士。危うく助走するところだった。あら残念、見たかったわあなたの助走。似合うわよきっと。うるせえ。これよりどういうことじゃ新一君。前にうっかりパイカルって酒を飲んだ時と同じだよ。酒の妙な成分が作用して元に戻っちまったってわけさ。ゼロリ、この姿に戻ったハイバロ、大勢の人の目にさらすわけにはいかない。すぐに博士んちまで連れて帰ってくれ。ああ、じゃがそれは新一君、君も同じじゃろうか。俺は帰るわけにはいかねえ。愛しの彼女にでも会いに行くの？バーロー、脅迫状だよ。パーティーが無事に終わるまで俺はここに残る。あのケーキのリキュールの効果は未知数。いつ子供の姿に戻るか分かんないのよ。分かってるさ。だったらどんなに危険だと分かっていても目の前の事件から逃げねえのが探偵の佐賀なんだよ。灰原を頼むな。ああ転送よと。明日も行くかな。まずカレンさん、受賞を決めた瞬間どんなお気持ちでしたか？今まで頑張って最初の30分ミスジャパネスクはステージに。その間にホテルの構造を調べる。怪しいところがないか。20階にあることぶきカレンの控室には鍵。向かいは審査委員長か。分かりやすい人間関係だ。10階には準ミスの控室。ステージに入れるのはパスを持ったスタッフのみ。脅迫状が本気ならどこで仕掛けてくる。ミスジャパネスクの皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いします。そして最後を飾るのはミスジャパネスク
音吹カレンさんの特技でもあるピアノ演奏です。失礼します。お飲み物いかがでしょうか。素敵。あ、ジュースで。はい。ランは？あ、私もいい。コナン君たち帰ってこないから探してくるね。やはりこのドレスにして正解だったな。私の言う通りにしていれば必ず世界一にしてやる。嬉しいわ。カレン、どうしてスピーチの内容を勝手に変えたりしたの？お願いだから私の言う通りにして。うるさいわね。姉だからって偉そうに指図しないで。お情けでマネージャーやらせてやってるのに。カレンさん、8時45分に奈落にスタンバイお願いします。分かってるわよ。女王様ぶってるけど本当は一人じゃ何もできない。まるで操り人形よね。操り人形。脅迫状通り本当に痛い目に遭えばいいのに。京美さん、天野さんだって本当はそう思ってるくせに、リハーサルから何度も段取り変えられて。僕は仕事ですから。あ、エレベーター来ましたよ。仕草を見ればわかるよ。そうだよ、俺だよ。泣いてんじゃねえよ。今までどこにいたの？心配したんだから。会いたかったのか。の方がおめえらしいよ。ま、許してあげる。だって留守電聞いて来てくれたんでしょ。あ、で今ホテルの中調べてたとこさ。それよりおめえは何フラフラしてんだよ。あ、コナン君と友達の愛ちゃんって子が迷子になっちゃって。ああ、あのガキどもならさっき博士が家に送ってくるって。
じゃあ私も一緒に調べる。え？あのおいくつなんですか？すいません今仕事中なんでごめんなさい。彼女います？カレン、カレンいるんでしょ、返事して。何の騒ぎだ？とぼけないで。どうせまた妹を連れ込んでるんでしょ。カレンがいつも言ってるぞ、陰気な姉と一緒だと息が詰まるってな。何ですって？どうしたんですか？あなたは？探偵です。探偵？僕は毛利小五郎の助手です。ええ、本当に父の助手なんです。カレンさんがいなくなったんですか？この男が連れ込んでるのよ。知らんと言ってるだろう。そうだ、探偵さんに私の濡れ衣でも話してもらうか。どうぞ。念のためカレンさんの部屋も調べさせてもらっていいですか？どうぞご自由に。なあ、浴室と頼む。カレンさんがいなくなったのはついさっきです。次にドレスを着替える前にシャワー浴びるからってちょっと目を離した隙に。次に着るドレスはなくなっています。ドレスの下につけるベルトも。下につけるベルト？カレンはね、最後に奈落から天使のように現れるんだよ。ベルトっていうのはね、体を宙に浮かせるためにつけるこの紐を。あの、とにかく本番までに妹を探します。かわいそうに、あんな過干渉な姉がいたんじゃ、カレンはただの操り人形だよ。操り人形？ああ、だが彼女はプロだ。本番には現れる。心配することなどない。どうするの、新一？カレンさんを探す。ランは会場の中を頼む。俺は訳あってあんまり人前に顔さらせねえんだ。分かった。カレンさん見てないけど。ありがとうございました。カレンさんはまだ見つからないんです。ここはステージの下、奈落よ。カレンはこのセリを使ってステージから宙へ。演出を考えたのは審査委員長の三浦。三浦は妹の何もかも操ろうとしてる。私が守ってあげなきゃ。操る。カレンさんは一緒じゃないんですか？やっぱり来てないんですか？またいつものわがままですか。本番まであと15分、ギリギリにでも来るつもりでしょう。
いよ。歳くらい教えてくれたっていいのよ。カレンさん、奈落にスタンバイ OK です。やっとご登場か。しました。よろしくお願いします。舞台監督の天野さんから奈落でスタンバイしてるって。これ私への嫌がらせよ。探してくれてありがとう。じゃそれではお待たせいたしました、ミスジャパネスク寿カレンさんによるピアノリサイタルです。遅かったじゃないか。ちょっと。君の仕業か。知らないわ。君が悪い。まるで操り人形。どうなってんだ。すまん、新築。目を離した先にアイコンが。いいか、ここから人を出すな。殺人事件起きた。いいな。ダメじゃん。誰も出てダメだ。ダメじゃん。新築。なんで戻った。あのケーキを取りに来たのよ。成分を調べれば、もしかしたら。何すんのよ。生放送のテレビに映った。この生放送の視聴率予測はおよそ 20%、5分の1の確率でお前は黒ずくめの奴らに居場所を知られたことになる。とにかく一刻も早くここを離れろ。いやよ、このチャンスを逃すわけにはいかないよ。あなた、いつまで子供のままでいるつもり？工藤新一に戻りたくないの？新一、何してるの？お前には関係ない。ちょっと、関係ないはないんじゃないの？あんたね、蘭がどんだけあんたのこと待ってたと思ってるのよ。それなの、やっと現れたと思ったの。他の女とイチャついて。おー、誰か助けて。とにかく、説明してる時間はない。いいな、早く逃げるんだ。なのよ。誰かに似てる、あの人。
会いたかったぜ、シェリー。いつものように僕が捜査に協力していることは内密ね。君がそういうのなら構わんが、犯人は被害者の手足と腰を紐でくくり、紐が切れて落下。刺殺か。ええ、おそらく被害者には脅迫状が来ていました。このナイフは彼女が護身用に持っていたものです。警部、脅迫状です。今宵君の心を射抜き、僕の操り人形にしてあげよう。彼女の遺体が吊り上げられていく様子はまるで操り人形そのものでした。君の心を射抜きは心臓をナイフで射抜く。これは脅迫状に合わせた見立て殺人だな。鑑識によると死亡推定時刻は8時半から9時までの間だそうだ。8時45分、奈落の中に遺体はありませんでした。失礼します。警部、お呼びしました。被害者の姿を最後に確認したのは君だそうだね。はい、本番3分前に舞台の上から。カレンさん、まもなく本番になります。準備 OK ですか？返事もないのに本番に突入したのかね。カレンさんが返事くれないのなんてしょっちゅうでしたし、まさか死んでるだなんて。犯行が行われたのは8時45分から8時57分までの12分間。その間にアリバイのない人間が犯人ということだな。しかし、もう一個の仕方をするもんだ。すいません。はい。新一君か。おう。愛君が帰らないと聞かんのだ。はい、バラ。食べた量も違うのに、あなたと私でほとんど同時に症状が現れた。男女の性別の差が関係してるのかもしれない。どうしてもサンプルが欲しいの。早く行くんだ。あなたは5分の1の確率で危険が迫ってるって言うけど、これは5分の4のチャンスでもあるの。あなたと私は運命共同体。逃げるのも一緒、調べるのも一緒。それ以外に道はない。ラン。ごめん。博士が車の準備ができたから呼んでこいって。はい、バラ。ラン、事情は後で話す。緊急事態なんだ。悪いけど彼女を博士のとこまで連れてってくれ。頼む。分かった。名前だけでも聞いていい？別にいいの。何か理由があるんだよね。いや、彼女は、はい、ハイリハーフなの。よろしくね。モーリーなんです。どこかで会ったことあります。なんだか知ってる人のような気がして。そう？私はあなたのこと知らないけど、
そうですよね。じゃあ後でね、新一。博士の車はあっちよ。行きましょう。どうしたんですか？何なの、あの人。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また会えるって信じてる。探偵坊主帰ってきてくれるって信じてたのに。博士、まだいたのか。誰かがナイフでハイリーさんを狙ってた。彼女が守ってくれたの。もう囲まれてる。博士と彼女と一緒に動いてあの人たちを巻き込むわけにはいかないの。てめえのナイフを落とした時点でてめえは命も落としてんだよ。で、どうするんですか？相手は鳥かごの中。焦ることはない。じわじわ追い詰めるのも一興だ。見えるぜシェリー、震えるお前の背中がな。灰原、感じる奴らの気配がすぐ近く。誰なんだろう、あの人。博士、何か知ってるんでしょ？あ、助手を一人使ってるって聞いたことがあるな。多分彼女だろう。助手がいるなんて私には話してくれなかった。それはじゃな。それにさっきすごい顔して彼女と話してた。あんなに怖い顔の新一初めて見た。なんだか新一知らない人になっちゃったみたいだった。新一君は何があっても新一君だよ。何も変わっとらん。蘭君が信じなくてどうするんじゃ。私はもう組織のスコープに捉えられたの。あとは引き金が引かれるのを待つだけだわ。弱気なんておめらしくねえな。少なくとも警察がいる間は安全だ。その後は俺が守る。お前もランも。一つお願いしてもいいかしら。もし私に危険が迫ったら迷わず見捨てて。バロ、寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ。探偵ってのはたとえそれが自分の推理の邪魔になる厄介な証拠だとしても外したりはしねえ。ちゃんと推理に組み込んで
めでたく事件解決まで持ってってやっから安心しろ。工藤君、凶器のナイフには指紋なし、それからアリバイのない人間を集めておいた。わかりました。こちらの娘さんは？あの俺の助手みたいなやつで。おお。それでは8時45分から本番3分前までの12分間どこで何をしていたか話してください。あなたから。私は妹を探し続けていました。誰か証明してくれる人は？あなたはカレンさんのマネージャーだそうですが、ずいぶん仲が悪かったようですな。それは妹のことを思って。あなたは？私はずっと部屋にいた。仕事の電話をかけていたんだ。確認してくれたまえ。共犯者がいれば細工はできる。アリバイにはなりませんよ。それにあなたはかなりカレンさんに入れ込んでいた。カレンさんに疎まれ、可愛さ余って憎さなんとかと言いますからな。何ですと？準ミスの安倍澄香さん、あなたはどこに？私はずっと興味の部屋にいました。あなたたち二人はカレンさんをよく思っていなかった。それにカレンさんがいなくなって一番得をするのは準ミスの二人のうちのどちらかだ。二人が共謀してカレンさんを殺害した可能性は十分あります。舞台監督の天野翔一さん、僕は8時45分にお二人と一緒にカレンさんが奈落にいないのを確認して、でその後は下手にある機材の調整を。カレンさんが来てないか何度か奈落を覗きには行きましたが。つまり完璧なアリバイはないと？まあでも僕にはカレンさんを殺す動機は。警察は甘く見ないことですな。あなたはカレンさんの元恋人、同じ衝撃団に所属し同じ夢を見ていた。だが今では随分と差がついてしまったようだ。僕は彼女の成功を喜んでた。本当です。いたか？いえ、まだどこにも。準備をしておけ。警察が引き上げたらその時が狩りの始まりだ。なんだこの感覚。何かさっき来た時と違っているような。それにもう一つ違和感が。僕の操り人形にしてあげよう。君の仕業か？まるで操り人形。どうなってんだ？それが何かもわからない。ちょっとこれ見て。この血の跡、入り口から競りまで続いているわ。目黒警部、すぐにこの血痕が被害者のものか確認してください。わかった。この血痕が彼女のなら別の場所で殺してここに運んだ。どうしてそんな面倒なこと？第一の仮説、見立て殺人を実行するにはこの場で殺すのはリスクがありすぎた。いつスタッフがカレンさんを探しに来るかわからない。だから別の場所で殺害し、操り人形の細工だけを短時間で行った。第二の仮説は？本当の殺害現場を隠すため。
どうかしたの？いや、なんか引っかかってて。行こう。はい、これがカレンさんの部屋のキー。その他の部屋のキーはどうなってる？他に渡してあったのは三浦さん、住処さん、京美さんの3部屋だけよ。それ以外の部屋のキーはホテルが厳重に管理してる。そうか。Thank you。 なにあれ。しょうがないよ。新一、事件に没頭すると他のものなんて何も見えなくなっちゃうんだから。ラン、物分かりいいだけが優しさじゃないよ。わがままっていう優しさだってあるんだから。私は大丈夫。事件が解決したらちゃんと新一と話すから心配しないで。わかった、行こう。でも何だったんだろう、さっきの。灰原、ホテルの中でも一人になるな。私の心配してる場合？彼女、私の存在で苦しんでる。必死でそう見えないように演技してる。分かってるんでしょ？いつまでこの体のままでいられるか分かんねえんだ。優しくすればするほど別れが残酷になるだけさ。もしまた子供の体に戻って、もし私が解毒剤を作れなかったら、私たちずっと同級生なのかしら？ずっと普通の生活できるのかしら？灰原、大丈夫よ。もし解毒剤ができなくても10年後あなたは17歳、蘭さんは27歳、二人とももう子供じゃないわ。きっと年の差なんて乗り越えて恋に落ちるでしょうね。だから安心して。バーロー、そんな先の話分かるわけねえだろ。分かんねえけど俺は希望ってやつを捨てる気はねえんだ。必ずこの体に戻りきってあの黒ずくめのやつらを潰す。お前だって姉さんの敵討ちてんだろ。そうね。危険を冒してまで犯人は遺体を吊るした。なんだ、何が引っかかってる？くそ、こんな時に。借りてきたわよ、さっきの映像。映像早く。5人は
く。それからもう一つの違和感の正体も分かった。でも分からないことがもう一つ。くそ、時間がない。新一、どうしたの新一？なんでもない。なんでもないって顔してない。なんで、なんで私には話してくれないの？ラン、ランの前でコナンに戻るわけにはいかねえ。こっちから仕掛けてこの事件解決してみせる。犯人が分かった。みんなを集めてくれ。新一、分かった。行ってくる。私、新一が話してくれるまで待ってるから。信じてるからね。紐で吊るすという荒唐無稽な方法で殺人をアピールしました。これは脅迫状に合わせた見立て殺人です。匂いを嗅いでみてください。これは、そう、葉巻の匂いです。この脅迫状にはあなたの吸っている独特の葉巻の甘い匂いが染み込んでいますよ、三浦大吾さん。嘘、信じらんない。吸っている本人は鼻が匂いに慣れて気づかなかったかもしれませんが、認めるよ。密になった途端、カレンは私を遠ざけ始めた。カレンは私を利用していただけなんだ。だがね、私はそれを書いただけだ。殺してなどおらん。言い訳は警察署で。めぐれ警部、三浦大吾、ことぶきカレンさん殺害容疑で逮捕する。ちょっと待ってくれ。私は殺してない。本当だ。私は殺しなんかいない。おい、ちょっと待ってくれ。汚い手で触るな。早く女さんは。おい、おい。
人捕まって。本当じゃのう。あれ、新一は？やはり真犯人はあなたでしたね。ここからは JT ザ・ディライトファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。やはり真犯人はあなたでしたね、天野翔一さん。何のことです？犯人は三浦さんでしょ。あれはフェイクです。あなたが真犯人だという証拠を見つけ出すための。僕がどうして？僕のアリバイのない時間は数分ですよ。殺害現場がここならあなたにも犯行が可能です。ここでカレンさんを殺害し困ったあなたは二つの理由で遺体を吊るすことを思いついた。第一の理由、脅迫状に合わせた見立て殺人を装い脅迫状を書いた人物に疑いの目を向けさせるため。そしてもう一つの理由は殺害した本当の方法を隠すため。本当の方法と？あなたの目的は遺体を吊るすことじゃない、遺体を落とすことだった。撲殺という本当の殺害方法を隠すために。撲殺を隠す？ここで止めてくれ。これが僕が感じていた第一の違和感でした。ここ拡大してくれ。頭部にくっついて下に垂れない部分がある。本当だ。どうして？血痕ですよ。ここにはすでに傷があってそこから流れ出た血が髪にくっついて乾いた状態だった。だから髪の一部分だけ下に垂れなかったんです。物が落下してそれにひびが入っていれば人は皆これが今落下したせいでついたひびだと錯覚する。でもこれは落とす前にできたひびなんです。あなたはこの錯覚を利用して撲殺という本当の殺害方法を隠そうとした。まあ鑑識で傷口の生体反応を詳しく調べれば生きている時についた傷か死んだ後に作られた傷かはすぐに分かるんですが、あなたにそんな知識はなかった。傷の位置は左側の後頭部、背後から突発的に犯人が撲殺したとしたら。何するんだ。犯人は左利き、あなたは今左手を使った。ちなみに他の4人の容疑者は皆右利きでした。僕だってね。あなたは強制された右利きなんでしょう。でもとっさの時は本当の利き手の左手を使ってしまう。今のようにね。そんなことで犯人呼ばわりされるなんて。カレンの髪の毛の血が乾いていたと言いましたよね。ということはカレンが殺されたのはステージが始まるずっと前。僕はスタッフたちとずっと一緒でしたよ。それに
8時45分僕と君はミミさんと一緒にここを探したじゃないか。その時カレンはどこにもいなかった。そうだろ？ええ。僕が前もってここでカレンを殺したっていうなら死体は一体どこに行ったんだよ。ここにあったんですよ。見えなかっただけで。カレンさんを探しに来た時と事件発生後ここに来た時の奇妙な第二の違和感の正体、それはこのペンキの量です。やっぱり来てないんですか？またいつものわがままですか。あの時ペンキは3列に並んでいた。でも今は2列。どういうこと？戻したんだよペンキを元あった場所、ここにね。それがどうしたって言うんだよ。あなたはこの段ボールからペンキを取り出し、この中にカレンさんの遺体を一時的に隠したんです。そんな小さい段ボール箱に人の体が入るわけないだろう。この段ボール箱は3つありますよ。この3つの段ボール箱は真ん中の1つだけ少し奥に引っ込んでいてジグザグに置かれている。だから一見しただけでは中に人が入れるとは思わない。でも遺体をくの字に寝かせれば隠すことができます。あなたはカレンさんの遺体をくの字に寝かせ、段ボールからペンキを取り出し空洞を作り、3つをカレンさんの遺体の上にかぶせた。ありましたよ、カレンさんの血痕です。そこまで言うなら証拠見せろよ。俺がカレンを殺したっていう決定的な証拠。一つだけわからないことがありました。カレンさんを殺害した凶器です。捨てる暇はなかったはず。でもどこに隠したかわからない。だからわざと三浦さんを逮捕し真犯人を安心させた。そうすれば必ず凶器を処分するため隠し場所に行くと思ったからです。あ、そしてあなたは罠にかかった。これが決定的な証拠です。つもりなんてなかった。俺はただ何なのよ。ようって、いやおめでとうって言いたくてさ。嘘よ、脅迫状をよこしたのあんたでしょ。私だけ成功したからって妬んでるんでしょ。カレン、俺とお前は愛し合ってたんだよ。それなのに俺が信じられないのか。信じられないわよ。思い上がらないで。あんたとの過去なんて今の私にとってはゴミみたいなもんよ。いえ、ゴミ以下だわ。あんたなんかと付き合ってたなんて虫唾が走る。消えてくれない？私の前から永遠に。
信じ合っていた日々もあった。それなのに離れてしまうと、そんな気持ちさえも嘘になってしまうんでしょうか。天野正一、寿カレンさん殺害容疑で逮捕する。今回も力になってくれてありがとう。新一、大丈夫？それより巡り警部、一人警官に紛れ込ませてこいつを。全部調べれば、バカね、そんな時間ないって分かってるのに。してたことなのに、嘘、もう。カッコつけてるつもりかよ。どうして？俺は探偵だぜ。女子じゃないの？あ、いや、ええ、私は助手なんかじゃないわ。おい、彼にある事件を依頼した依頼主よ。依頼主？彼のおかげで犯人は捕まったけど、その犯人の仲間が彼を雇った私を逆恨みしてこのホテルまで来てるの。彼はそんな私をかばってくれているだけよ。どう？信じる？うん。とにかくここから脱出しよう。話はそれからだ。事情を話したら警察がヘリで屋上に来てくれるって。バカなことしたら助けに来た警察のやつらに。いや、よくやったぞ。ら工藤君、
ムリミットだ。どういう意味？何の前でコナンに変わるわけにはいかねえからな。早く乗って。あいつだ。早く。エレベーターが動けば奴らが追ってくる。俺が残っておとりになって。ダメ、一緒に行くのよ。心配すんなって。俺は死ぬわけにはいかねえから。でももしダメだったら、その時は蘭に伝えてくれ。いつだって俺はそばにいたって、ずっとそばにいたって。そんなの伝えない。また会えるって信じてる。女はどこに？今の男の屍を晒してやれば、シェリーも観念して出てくるだろうぜ。あいつらが逃げ切るまでの時間稼ぎ。それまでの鬼ごっこだ。おいって。だろ、頭が回らなくなってる。これは被害者の部屋のキー。ランたちはもう屋上に着いたはず。一か八か。兄貴、ナイトは20階だ。
どこを探せば。全部だ。いませんぜ。どうやらこの部屋がビンゴのようです。うん、さあ観念しな、お糸さんよ。もう貴様に逃げ場はない。おとなしく我が銃口の前にひざまずけ。そいつはどうかな。何？くそ、つかねえ。聞こえねえか、この音。俺の呼んだ警察の特殊部隊の20機のヘリの音だ。なんだ。いたぞ。ラー、今すぐ助けるからな。ラー。あれ、ランの話だと、ランと探偵ボスとその依頼人の女のはずだが、あれは博士のところガキじゃねえか。あの探偵のお兄さんが追われてる。助けて、早く。探偵ボスが、どこ、どこに。直にこの部屋に総勢50人余りの隊員がやってくる。観念すんのはあんたらの方だぜ。兄貴、真に受けるな。はったりだ。もし本当ならヘリの音と同時にこの部屋に突入していたはず。大方パーティーを中継していたテレビ局のヘリなんだろうぜ。そこか。何者だお前。探偵さ。いたぞ、探偵ボス。警察の人。ここまでは JT ザ・ディライトファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ラン、わかるか。お父さん。よかった。もうラン、心配したんだから。アイちゃん、どうしてここに。ビルの中で迷子になって屋上へ出たら君を抱いたハイリ君がいて、君を任せてまたビルの中へ戻ったそうだ。警察のヘリが来るからここで待っていれば大丈夫だって。
新一は？新一はどこ？工藤君ならまた新しい事件に。死んだよ。え？あのクソったら死んだ。死んじまったんだ。そんな嘘だよね。やだ、そんなのやだ。信じてたのに帰ってきてくれるって、読んでる読んでるわ、あなたの携帯。新一、新一だよね。よくわかったな。よかった、生きてた。バカバカ。だって、あの爆発でさっき、うっそ！無事だったのにバカはねえだろう。バカ、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 バカ！あのな、アイリさんは？彼女は無事なの？おう、彼女も無事だ。追ってきた奴らも警察にビビって逃げちまったしな。会いたいよ、新一。すぐに会いたい。バリ、彼女を安全なところに送り届けたら、また別の事件。まだ山ほどあってよ。心配すんな。いつか帰るから。お前の間抜け面見にな。間抜けは余計よ。あ、そこに博士がいるなら代わってくれ。ちょっと頼みたいことあるから。新一から。あ、もしもし。もし。あくん強いわね。どうやって助かったの？部屋にクリーニング用のシュートボックス作ってくれた鈴木財閥に感謝だな。爆発の直前にコナンに戻って、そこから脱出できた。そう、それでよ、俺の子供用の服持ってきてくんねえか。着るもんがなくてよ。悪いけど博士に直接頼んでくれる？あなたのヌードなんか見たくもないし。あ、おい、ハイバラ。勝手に変わって勝手に切ってんじゃねえよ。せっかく助けてやったのに。ちゃんか。警察のヘリ一機だけだったようですぜ。何でもビル嵐の通報を受けてやってきたとか。やはりハッタリだったか。ええ、しばらくあのホテルを張ってたんですが、あの女は出てきませんでした。もちろんあのヘリからも。それにしてもコッパみじんに消し飛んだあの男、何者だったんですかね。探偵。まさかな。でもお父さん、どうして新一のいる部屋が分かったの？それはだな、名探偵毛利小五郎様の名推理の賜物よ。だからどうして？あのホテルはな、部屋の明かりでライティングしてやったんだ。鈴木財閥の鈴の字をさ。だが一箇所だけ欠けてる部分があったんだ。それであの部屋に探偵坊主が隠れているとピンと来たわけだ。すごい、さすがお父さん。いえいえ、今日はお父さんの好きなもの作るね。あ、じゃあビール5本にしてくれる？それはダメ。もう。ただ
ったね。先に帰ったのにどこにいたの？あ、博士んち。新しいゲームソフトがあったから夢中になっちゃって。そうなんだ。心配したのよ。蘭姉ちゃん、なんかいいことでもあった？今日ね、新一に会ったんだ。新一兄ちゃんに？そう。綺麗な満月。ほら、コナン君。新一もどっかで見てるのかな。どうせ疲れて今頃はいびきかいて寝てるよ。一緒に見てるぜ。